どうも野村正夫です。イタリア娯楽映画の進行形エドワルド・レオ特集、今回ご紹介するのはこちら。帰ってきた中年犯罪団。こちらはわしら中年犯罪団の続編になっておりまして、完全に前作のラストシーンから始まります。で、物語が進んでいきますと、バックトゥザフューチャーのように前作のクライマックスが違う視点で反復されたり、あるいはオマージュの要素としてターミネーターなんかも加わってきます。ハリウッド映画好きの方はにやりとするところかもしれません。ともあれ、前作を踏まえつつも過去から現代にやってきた人たち、そして現代から過去に向かう人たちと、過去と現代のストーリーが重層的に展開していきます。現代から過去に行くっていうのは、経験や知識がありますので、そこはね特に問題ないんですけれども、逆に過去から現代にやってきた人っていうのは、何から何まで分かりませんから、これ大変ですよね。特に80年代のローマのギャング団のボス、エドワルド・レオです。タイムリープのカルチャーギャップの下りや、ひょんなことから前衛芸術家になりすますシーンなんかはシチュエーションコメディの王道です。また本作からキャストに加わったカルロ・ブッチ・ロッソという俳優がいちいち丁寧に突っ込んでいくことで笑いは倍増。コメディとしては1から完全にグレードアップしています。そしてバイオレンスもグレードアップ。舞台はローマだけではなくナポリにも向かうんですね。すると今でも社会問題化している犯罪組織カモッラが登場、飛び交う弾の数も増えていくことになります。前作では銀行強盗がクライマックスになっていましたが、今作ではマフィアものと美術品の強奪というジャンルものの組み合わせ、集団犯罪ものという展開をしていきます。最新のラップからナポリの民謡まで、イタリアの様々な音楽に触れることができるのも楽しいです。これはナポリ独特の文化なんですが、結婚式であるとか誕生日のパーティーみたいな時に地元の人気ミュージシャンを呼んでライブをしてもらうっていうのがあるんですね。で、参加している女の子たちがもう地元のヒーローに会えて嬉しい、キャッキャーみたいな、ローカル文化の片鱗に触れることができるのも映画の醍醐味です。さて、マリアーナ団の聖地巡礼ツアーに端を発した一連の騒動でしたが、今作では満を持して俺たちは犯罪団だと宣言するに至ります。さあ、これを受けて3ではどう展開していくことになるのか、ますます目が離せませんね。今回は1と2をご覧に入れますが、3を日本でお目にかけることができるかどうかはスターチャンネルにおける評判にかかっています。もし気に入ったら広めていただければ幸いです。この作品、そして僕が代表を務める会社京都ドーナツクラブが選んだ他の作品も含めて、ぜひスターチャンネルでご覧ください。